はい、どうも皆様、アーサーです。聖騎郎やっていきます。よろしくお願いします。狼、エマ殿に話は聞けたか？はい。どうじゃった？何か分かったか？不思議りならば叶うと。そうか、不思議りならば私の血を流すことが叶うのだな。はい。これで功の材料は全てであろう。狼よ、功を託とし。よ、御意。功を託。巫女様。狼、不思議よ、うん、案ずるな、深くは切らぬ。不思議を抜いてくれぬか。はい。すまぬが目を閉じてくれ。は。もう良いぞ、狼。大事ありませぬか？大丈夫、胸のあたりを少し切っただけだ。これが源の好機か。何やら無性に懐かしい。はい。どうじゃ、何か変わったことはあるか？匂いと、それから源の宮、その言葉が頭から離れませぬ。源の宮、タケル様が書き残されていた通り、そこから戦況に通じているのだろうな。その源の宮への行き方だが。かぐわしく腰入れ立てまつる香りの石が置かれた祭壇にそう書かれていました。うん。そなたは源の好機をまとっている。岩戸の奥の腰に入れば源の宮への道が開けるだろう。不死立ちはマジか。頼むぞ、狼よ。御意。次の目的地は源の宮。こっから行くって言ってたよな、確か。ここの奥の腰に入るんだっけ？そうだな、お迎えくださるって書いてあるわ。
け高い場所にいる。ここが源の宮。綺麗だな。このアイテムは丸薬。休むとこ発見。さあここまで来たってことはもういよいよストーリーもクライマックス近いんじゃないですかね。破壊層来た。あ、ここでこいつと戦うのか。やっとか。いや、俺こいつとずっと戦いたかったんだよね。あ、強え。火力高えわ。しかもこいつ忍殺3回取らないとダメなんだ。ジジイやババアでも2回だったんだけどね。硬えな。これ強そうですわ。まず初手は相手の動きを観察することから始めようか。なるほど、爆竹は有効と。てかさ、俺以前紫色のこいつと戦ったことあるんですけど、そいつと動きほとんど同じじゃないか。あの危険攻撃は気をつけた方がいいな。あれジャンプじゃないと回避できねえわ。すげえ体感ゲージ溜まりやすいな。全然減らねえわ。体力減らすより体感ゲージ貯めることを意識した方がいいですかね。これはうん、今んとこそんな強いと感じるような攻撃はしてこないね。ただ忍殺3回ってことはおそらく形態変化をすると私は予想しています。はい、オッケー。まず1回目消えたな。あぶね。わかるぞフロム、お前がなぜここに鍵縄での移動ポイントを作ったか。こいつらの攻撃を避けるためだろう。甘いなフロム。やばい。で、こいつが本体と。やべえ、回復アイテムね。あー、これちょっと危ねえな。マジか。耐性1回使えるとはいえ持つか。食らっちゃいけねえんだよな。マジけ。いやー、それ突くこともできんのか。マジか。もう食らえねえな。消えたが攻撃を受けるぜ。しょうもねえ死に方しちゃった。こいつぶっちゃけさ、そんな強くないよね。出てくる順番間違えたんじゃないかってくらい弱いと思うんだけど、個人的にはババアとこいつの順番を入れ替えるべきじゃなかったか。こいつ序盤に出てくるレベルの強さだと思うんだけど、使
少なくとも終盤に出てくるボスの強さじゃないよね。体感ゲージ溜まりやすいし、動きも隙が大きいからな。圧倒的にババアの方が強い。正直今更こんなやつと現れても余裕すぎるんだよな。フロムダメだぜ、もっと強くしないと。さっきはここで死んだからな。これ避けるのむずいな。でも下手に鍵縄で移動しちゃうとさっきみたいに落下死しちゃう可能性もあっからな。鍵縄で移動しない方がいいわ。現れたな。あぶね、落下するとこだった。今は弱いけど、これ第三形態とかあんのかな。どうなんだろう。あぶね、まあ2発は耐えられるね。3発食らったら死ぬ。でも2発耐えれば十分よ。また消えたか。これ下手に移動しない方がいいんじゃねえかな。受けて、いや普通に死んだわ。あそこで解説使うべきじゃなかったかもな。ここからもし第三形態で化けるんだったら持たねえな。そうでないことを願うしかないか。さあ携帯変化するかお前。やばそう。あー変わってるわ動き。やっぱりか。ちょっと待って、ここ出れねえんだけど俺。お前そこやめて。あぶね。携帯変化したか。動きが全然違うね。この状態で爆竹効くのか。やっぱ一筋縄じゃいかなかったな。第一、第二は普通に倒せる。第三がよくわからない。だからできる限り回復アイテム使わずにこいつら倒すしかないな。第一第二はね、本当動きが単調なんですよね。体感ゲージもすごい溜まりやすいし。まあ弱いね。ここまでは余裕で、この分身どうするか。
ちょっと待てよ。あーもうこれ避け方わかったわ。これさえなんとかなれば誰にも余裕だな。ジャスガも取れるようになってきたぞ。バター！いやーここで死ぬべきじゃないんだけどな。やっちまったわ。完全に油断したな。やばい。消えたか。一発目受けて次は後ろに下がれば当たんない。受けて下がって、はい余裕。で本体が現れるから即攻撃と。まあいいんじゃないかな。ひょうたん5個あるし十分余裕はある。こいつは爆竹も効くから、せっかくだし UFO 活用していこうか。危ねえ。よくひるむな。あれ？これさ、やべえ。これ爆竹さえあればはめ殺しできるぞ。見てこのひるみ方。破壊層、お前の範囲にはたった一つ。出る順番を間違えた。お前は序盤に出ておくべきだった。不思議り。まあ少なくとも終盤に出てくる敵の強さじゃないっすよね。だって今の段階でこいつ出てきてもほとんどのプレイヤー余裕で倒せんじゃないか。あ、ババアとこいつの順番を入れ替えるべきだったなと思います。はい、ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。